メロングマは北海道夕張市の北海道物産センター夕張店のマスコットキャラクター頭がメロンになったクマの姿をしている夕張名物の夕張メロンの畑で野生のヒグマによる食害が発生というニュースをヒントに発案されたキャラクター夕張の美味しいメロンを食い荒らして変貌したフルーツアニマルと設定されたグッズ等ではクマの顔がついた マスクメロンに直接手足と尻尾がついたデザインだが、着ぐるみでは人間が中に入る都合上胴体に手足がついている。着ぐるみは当初多少可愛くデフォルメされたマイルドなメロングマのみだったが、後にリアルにヒグマを再現した凶暴化したメロングマも登場。マイルドなメロングマと凶暴化したメロングマが共演することもあるが、 通常は特に区別されることもなく両方ともメロングマと呼ばれている。その後、3体目の着ぐるみが制作され、2013年10月13日の夕張もみじ祭りで披露された。また、2体目の凶暴はリアルに変更されており、新しい3体目は進化と名付けられたことが分かった。民間企業のキャラクターであるが、 夕張市には公式のマスコットキャラクターが存在しないため、ふるさと納税の返礼品として、夕張メロンと並んでメロンクマグッズが多数提供されている。2009年9月に夕張店店長の公案によるグッズが販売されると、そのインパクトのあるキャラクター性が受け、人気を呼ぶ。2010年9月には株式会社台頭により、プライズゲームのぬいぐるみや、 T シャツといったグッズの全国展開が決定。さらに、メロングマの着ぐるみも制作され、ゆるキャラブームの中で各地のイベントへの出没を繰り返し、夕張市のアピールを行っている。その際、共演する他のゆるキャラを牙でかじるのがお約束となっている。2011年のゆるキャラグランプリ2011では、ゆるくはないのは自分でもわかっています。ただ、 やる気だけは誰にも負けません。とアピールを行ったが、349対中146位に終わった。2012年7月には、夕張で開催された第51回日本 SF 大会において、参加者の投票によってメロングマが、暗黒性運章の自由部門を受賞した。2013年には3月から8月にかけて、行われた、ご当地キャラ層選挙に出馬し、 北海道からエントリーした21キャラの中でトップとなり地区代表となったが7地区から選出されたキャラクターによる決戦投票では7位に終わったいずれもエンディングクレジットには協力北海道物産センター夕張店と表記されているマイルド凶暴の表記はメロンクマ公式ブログよりメロンクマ、3体目誕生13日の夕張もみじ祭りで 道内デビュー北海道新聞絶滅器具から、一点、増殖か怖くて可愛い新語統チ、キャラ、メロングマ、夕張が生んだ、大人気キャラクター、メロングマのプライズ化決定。ゆる、キャラグランプリ出場のメロングマの迫力が尋常じゃない。自分でもゆるくないのはわかっている様子ゆる。キャラグランプリ2011第51回日本 SF 大会。 ご当地キャラ総選挙2013結果発表アーカイブド2013年8月17日アットアーカイブイズハットアフリカのサラリーマン第4話に怖すぎるエルキャラメロングマが登場ありがとうございます